皆さんこんにちは、みかです。いつもチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回の動画は Day100 シリーズの座学で Day76、 ヨガ哲学の中でも中心となる考え方3つのグナについてお話をしていきます。ここまでの動画の内容はこれから開催しますオンラインのワークショップでより詳しくお話をしていきます。興味があるという方はこちらの動画の下にありますご予約サイトの詳細をご確認ください。お申し込みの早割期限は3月29日までです。当日のご参加が難しいという方も後からアーカイブ動画をご覧いただくことができます。ではここまでの内容を少し復習して今回の内容に入っていきたいなと思います。まず私たちの自律神経は3つの役割に分類することができます。1、リラックスやコミュニケーションに役立つ腹側瞑想神経。2、戦ったり逃げたりするときに体を活動的にする交感神経。3、本当に窮地に追い込まれたとき私たちの思考とか体の活動を全て停止させる役割を担う背側瞑想神経の3つになります。これら3つの自律神経は光のダイヤルのように必要な時間だったり場面に応じて1が多くなったり2が多くなったり1日を通じて変化し続けています。この3つの自律神経のうちどの自律神経が良くてどの自律神経が良くない重要でないということではありません。はい、こちらのグーはダン・シーゲル博士の脳のハンドモデルです。一番外側の4本の指がコミュニケーションだったり考える判断するといった役割を担う前頭前野、その少し奥には感情だったり習慣と結びついている大脳辺縁系という場所、そして脳のもっと奥に入っていくと脳幹という脳を支えるような場所があるんですが、ここは私たちの呼吸だったり睡眠、体温、心拍、生命維持に関わる役割を果たしている脳で、ここが私たちをシャットダウンさせるような役割を果たす背側瞑想神経と関わりの深い場所になります。このように現代では脳科学や神経学が発達して脳と自律神経の間の関係が次々と明らかになっているんですが、この脳と自律神経の間にあるつながりを古代のヨギたちは感覚的に見抜いていたんですね。それが今回お話しするヨガ哲学3つのグナです。ではここから3つのグナとは一体何なのか、その説明に入っていきます。まずグナというのは性質のことなんですが、かつてヨギたちはエネルギーには3つの性質があると考えていました。それがサットバ、ラジャス、タマス、3つのグナです。サットバというのは純粋でピュアな性質です。最も穏やかで良い状態でヨガをするとこの性質が増えます。次にラジャスです。これはエネルギーの活発な状態で、変化の過程にはこのラジャスのエネルギーが必要となります。そして3つ目がタマス、これは暗さや無気力を象徴する性質です。そしてこれらのエネルギーが一箇所にギューッと集まって凝縮して物質になるとヨギたちは考えていました。そのためサットバのエネルギーが中心になって作られた物質はサットバの性質ですし、ラジャスが多ければラジャスの性質を持つ物質、タマスが多ければタマスの性質の物質ができるというような具合です。例えばリンゴという物質があった時に、この同じ一つのリンゴでもスーパーや八百屋さんで買いたての時っていうのは新鮮フレッシュで美味しいリンゴですよね。でももしこのリンゴを1週間とか2週間とかずっと置いたままにしていたら、だんだんこのリンゴは熟れていきます。そして1ヶ月も経つとこのリンゴは腐って食べれなくなります。このリンゴという物質は変わっていないのですが、リンゴの持つエネルギーがサットバからタマスに変化するのです。だから私たちも同じ自分、同じミカでもいい時の自分と悪い時の自分がありますよね。それはつまり私たちの内側のエネルギーがサットバな状態が多かったりタマス寄りになってしまったりということで起こる変化です。例えば同じ自分でもなんかムカムカしているラジャスのエネルギーが多い時っていうのは、駅で人にぶつかるだけでもムカするかもしれません。タマスばっかりになってしまったらもう何もしたくない、どっかに逃げたいという気持ちになるかもしれません。同じ一人の人間、自分なのになんでこうも気分や状態というのは変わってしまうのでしょうか。
それは私たちの内側の状態がサットバ、ラジャス、タマスと刻一刻と変化しているからだとヨギたちは考えるのです。でもここでヨギの言葉ではなくもっと科学的な言い方をすると、サットバな状態は腹側瞑想神経の優位な状態、ラジャスは交感神経、タマスは背側瞑想神経が優位な状態です。食べるものや外側の状況の変化に応じて変化し、それが私たちのマインドに影響を与えている。今食べるものって言ったんですけど、だからヨギたちは食べるものに気を使うんです。例えば太陽の光をいっぱい浴びたお野菜なんかはサットバなエネルギーに満ちていますので、いただくと私たちの内側のサットバな状態が増えます。辛いものはラジャスのエネルギーを含みますので、食べ過ぎると内側のラジャスが強くなります。また玉ねぎやニンニクはタマスな食べ物なので、厳格なヨギの先生たちは食べることを避けています。最後にまとめです。この3つのグナも一つ一つどれがいいどれが悪いということではありません。できればサットバな状態がいいですが、本当に疲れている時、心が傷ついている時はやっぱり私たちは自分を守るためにタマスな状態に入ります。体やマインドを休ませることが必要だからです。そしてアクティブに活動したり、何かお話しして皆さんに何かを伝えたい時なんかはラジャスのエネルギーが必要となります。サットバが穏やかで良い状態だからといって一日中穏やかなサットバでいられるわけではありません。必要な状況に応じて私たちは必要な状態に自分を持っていくことが日常生活の中で要求されます。だから大事なのはどうやったら必要な時にその状態に自分を持っていけるのか、そして必要な時はどうやってまた穏やかな状態に戻すのかです。その方法を考えなくても自然に行える人はとても器用な人ですし、もしそうでなければヨガの呼吸法やポーズ、瞑想といったテクニックがとても役に立ちます。でも自分を調整する方法っていうのは一人一人合うものが違いますので、ヨガの呼吸法やポーズ、瞑想でもいいですし、もしかしたら皆さんにとってはそれが散歩かもしれないし、お買い物かもしれないし、太極拳かもしれないし、それは分かりません。だから皆さんのご自身に合う方法を見つけてください。では今回の座学シリーズはここまでとなります。ご覧いただきありがとうございました。2時間のオンラインワークショップの中では、今回 YouTube でお話ししきれていないヨガの象徴でもあるロータスフラワーと3つのグナの関わり、そして横隔膜が2つの瞑想神経、腹側と背側を隔てているというお話をします。その時にこうライオンの呼吸ですね、っていう呼吸がすごく横隔膜を動かすのに役立ちますよ、みたいなお話をしていきます。あとはこう蜂の呼吸法なども一緒に行ってみましょう。ヨガに興味のある方、皆様にご参加いただけたらとても嬉しいです。こちらの動画の下、ご予約サイトの詳細をどうぞご確認ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ナマステー。